ピンポーン。ガチャ。お、おい、わしや。師匠。おい。こんな時間にどうされました？いや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 、まあまあ、あの、結婚したやろ。はい。あの、お祝いしに来ました。わざわざ僕の家まで。いや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 。ありがとうございます。まあまあまあ、師匠。まあまあまあ、プライベートなことやから。やっぱりそれは、あの、楽屋とかじゃなく、ちゃんとこうやって家に訪問して、あの、するってのがしきたりやからな。夜中の2時ですよ、でも。まあまあまあ、でもしゃあない、それは。まあまあ、ありがとうございます、わざわざ。まあまあ、受け取りや。え？いいんですか？ああ、もちろん、それは結婚祝いや。わしも師匠にしてもうた。うん。ありがとうございます。はいはい。まあ、お祝いにこう、落語をな、披露したろうと思って、何か、お好みのネタがあれば、披露させていただきます。これリストですか？うん、俺ら一門はな、師匠からこう、結婚祝いに落語をプレゼントされるというのがしきたりなもんでな。ああ。うん、どれがいい？な、え？ああ、かわいいな、やっぱり、師匠の落語のネタ、どれ選ぼうかな、どれ見せてもらおうかなって選んでる弟子の顔は何よりもかわいい。じゃあ、この馬乗りまんじゅう。ああ、はい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 。じゃあ、はい、これ記念にもうとけ。すいません。はい、はい、はい、はい。おーい、ちょっと喧嘩しまひょ、喧嘩しまひょ。おい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 、ちょっと喧嘩しまひょってどういうことや。おい、ええから、俺には喧嘩しまひょや。よかったら中で。いいから、必殺技があんねや。必殺技ってなんや。馬乗りまんじゅう。おー、なんやそれ。あん、2時なんで迷惑なんで。どっちみち、喧嘩するにしろ。あんまり大声でやられると。何かと理由がないと喧嘩する。緊張迷惑なるんで。アンポンダー、ナス、ボケ。おい、何やそれ。こんなとこで。喧嘩なるぞ。家の中でやってください。ほんだら、お前の母ちゃんでべそー。お前の母ちゃんでべそー。お前の母ちゃんでべそー。おいおい、ほんまにやったのか、おい。師匠。うおっしゃ、来た来た来た。こうなったら俺の馬乗りまんじゅうが出せるとこやな。30分後。ほら言うてやろう、わしに勝とうだって思うしやもんや。師匠もう勘弁しよう。じゃあ喧嘩に勝とう。すいません、もうすぐ終わりますんで。すいません。まんじゅう一つ。あ、これがほんまの馬乗りまんじゅうってのもんですな。お後がよろしいようで。あ、終わった。ありがとうございました、本当に。はい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 。まあ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 、今のがな、まあ馬乗りまんじゅう。ありがとうございました。はいはいはい。じゃあまあまあ、はい、これだけ受けたとき。え？ああ、まあそれもしゃあ。結局、まあそう、そう、すみません、なんか、はい、はいはいはい、すみません、ありがとうございます。はい、まあ、特別にもう一話、はい、してやる。どれがいい？まあ、そうです、また後日。ああ、はい、ええね、遠慮する弟子も可愛いの。はい。いや、どれがいい？また後日いた。そうっすか、難しいな。猫に小銭なんかも面白いぞ、これ。ああ、なるほど、うん、なるほど。これはどうですか？ニュージーランド産ベーコン。ああ、ええぞ。よしよしよし。短いやつ。猫に小銭は嫌なんかい？いや、一番短い。猫に小銭は嫌なんかい？ニュージーランド産ベーコンは一番短かったかなと思って。一番長いぞ。え、え、あ、あ、じゃあダメです。猫に小銭で、はい。じゃあ猫に小銭で。二番目に長いぞ。一番短いやつどれですか？一番短いので46分の。長っ！爪切り坊主や。爪切り坊主で、じゃあ。はいはい。おー、おっしゃさん、おっしゃさん、おっしゃさん、ちょっとこっち来てくんなまし。中でやってほしいな。なんですか、なんですか、パチパチパチ。おいおい、また爪を切ってどないし。1時間後。パチパチパチ、気がつけば深爪になっておったとさ。お後がよろしいようで。やっと終わった。ありがとうございました、すみません、はいはい、ありがとう、はい、受け取りました。はいはいはい、ありがとうございました。じゃあ最後のこれだけ戻り、はい、あ、まあまあまあ、大丈夫です。いらんのかい？ええな、落語は欲しがるけど金は欲しがらん。ああ、素敵な弟子や。欲しいお金ですか？ん？何や？欲しいんか、やっぱり。あ、はいはい。あ、なんや、じゃあ別のお話も追加で。お金違う。ん？お金じゃなかった。お金いらんねやろ。ほな別のお話も持ってきた。お金。ん？お金いらんのかいな。あ、あ、師匠のポケット探るってどういうことや。いやな、こんな朝方怒られるの。おい、自分家の玄関先で破門じゃ。ジャルジャルタワー。